はい、こんにちは。産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。最近ですね、結構いろんな SNS のコメントとか質問とかで多いのが、あそこの匂いに関してなんですね。例えば洗っても匂いが取れないですとか、匂いが気になりますとか、パートナーに匂うって言われたとか、いろいろおっしゃる方多いんですけれども、じゃあどんな匂いが正常なのかとか、どういう匂いの時に病院に行った方がいいのかとか、じゃあ病院に行った時にどんなことをするのかっていうことを今日はお話をしたいと思います。まずですね、今までの動画でもデリケートゾーン関連の動画結構上げてますし、デリケートゾーンケア間違ったものをしちゃいけないですよってお話をしてるんですけれども、まず一般的に匂いってあるのかって話なんですけど、匂いは確実にあります。なんでかっていうと、私たち人間です。人間で動物なんですよ。動物園行ったりするとやっぱ動物っぽい匂いってあるじゃないですか。それよりは弱いんですけれども、私たちやっぱりロボットとかお人形さんとかではないので、匂って当然なんですね。もちろん例えば石鹸でものすごく洗った直後は匂わないかもしれないですけれども、1時間ぐらいこの季節外でランニングしたりしたらやっぱ汗臭くなるじゃないですか。それと同じで、デリケートゾーンっていうのは下着も履いてますし、高温多湿な環境なんですね。すごく暖かくて湿っぽくなりやすいところなので、雑菌が増殖しやすいです。でデリケートゾーンっていうのは女性の場合よりこうお小水とかお通じした時とかに拭き残しとかがつきやすいところなんですね。なのでそういう意味でデリケートゾーンっていうのは高温多湿な環境で雑菌が増殖しやすくなります。なのでですね、普通のお小水した直後もアンモニアみたいな匂いしたりすると思うんですけれども、時間が経つとより雑菌が増殖してよりなんか匂ったりはすると思います。なので全く匂わない人っていうのはいないので、なんか私って匂うんじゃないかとか、もちろん明らかにいつもと違うような匂いがしたらおかしいなと思ってもらいたいんですけれども、まず匂いのあることが当然だと思ってください。前にこれ TikTok であげたら、アイドルの誰々さんは匂わないですとかいうコメントとかもあったんですけれども、冗談としてはそういう考えあってもいいと思いますけれども、アイドルでも誰でも女優さんでも誰でも匂います。もうこれは生理的なものなので、それがいけないとか匂わない方がいいとかいうわけじゃないので、まずこう匂わないみたいな幻想は捨てましょう。なのでですね、匂って当然だと思ってください。ここまでお話ししたのは外部外側のお話で、外側っていうのはさっき言ったようにお小水とかお通じとかついたりするので拭き残しがあるので匂うますよって話をしました。そしてですね、膣内、膣の中もやっぱり匂うんですよ。無臭っていうことはなかなかないです。一般的に膣内、今までの動画でもお話ししましたけれども、自浄作用といって善玉菌がちゃんとバランスをとってなるべく雑菌を入らないようにしてるんですね。なので膣内ってそもそも無菌状態じゃないんですよ。菌っていうと悪いイメージあるかもしれないですけれども、腸と同じで善玉菌がうまく働いてくれてます。なのでですね、善玉菌がいっぱいあることによって病気にかかりにくくなったりしてくれてるんですね。そしてその膣内にある善玉菌っていうのが乳酸菌の一種なんですね。なのでちょっと酸っぱいようなヨーグルトっぽいようなチーズっぽいような匂いがすることが通常となっております。なのでですね、無臭よりはちょっと酸っぱいっぽいような匂いがするのが普通かなと思ってください。これもですね、なんか前その TikTok のコメントで前の彼女は無臭でしたとかいう人いるんですけれども、確かにお風呂入った後とか、例えば膣内とかをバシャバシャね洗浄しちゃう人いるんですよ。なんか膣の匂いが気になるからといって、薬局でこういうビデみたいなのあるじゃないですか、お水に入った浣腸みたいな、それを行為の前に膣洗浄してなるべく匂われないようにしたいって言って石鹸でゴシゴシ洗って、確かにそういう直後が無臭になってる人もいるかもしれません。ただ正常な織物がちゃんとあるような方であれば、ちょっと酸っぱいっぽいような匂いがして当然なんじゃないかなと思います。実際無臭に近い人もいると思うんですね。人によって例えば汗っかきの人とかそうじゃない人がいるのと同じように、こう匂いがきつめない人とかそうじゃない人っていると思うんですよ。他には水分量とかにもよるとは思うんですよね。水分少なくて脱水状態だったらやっぱり濃いような汗が溜まりやすくなったりするので、ちょっと匂いがきつくなったりとか、水分をたくさん取っているような方だったら匂いがしにくいとか、そういう傾向はあると思いますし、その日の体調もあったりはします。なので確かに匂いにくい人と匂いやすい人がいるのはあるとは思うんですけれども、全く無臭、みんな無臭で当然、そしてそれが正常っていうふうには
思わないでください。なのでですね、通常の場合おるものはちょっと酸っぱい匂いがして当然なので、なんか私酸っぱいから病気なんじゃないかっていうふうには思わなくて大丈夫です。じゃあどういう時に病院に行った方がいいのかというと、毎日ねあそこの匂い嗅ぐわけではないですけれども、明らかにある時から例えば織物シートとか下着とかに織物の量がたくさんあってついてしまうとか、色が明らかに変とか、なんか形状が違うとか、今まではとろっとしたものが出てたのにちょっと酒かすみたいなポロポロしたようなものがたくさん出て、あとは痒いとか何かしら症状があるとか、そういう明らかに異常を感じた時、あとはですね細菌性膣症といって雑菌が増えたような状態だと、ちょっと魚の腐ったような結構きついような匂いがします。なのでそういう明らかに今までと違うような織物が出た時とか、明らかに匂いが違うっていう時は産婦人科に相談に来てもらえたらいいかなと思います。他にはですね、織物とか異常あるわけではないんだけど自分の匂いってぶっちゃけ大丈夫なのかなっていうのを確かめたい人もぜひ産婦人科に来てもらってもいいと思います。やっぱりなかなか匂いって比べられないですし、例えば大事なパートナーとかになんか匂うとか言われたら傷つくじゃないですか。それで結構一生懸命洗っても匂い取れないと思っちゃう人とかもいるので、もしこれって変かな変じゃないかなっていうのだけでも産婦人科に相談に来てもらって全然大丈夫です。じゃあそれだからといって織物に異常がないからといって何も問題がないかというと、実はそういうわけじゃなくて、例えば織物に異常がある時とかって性病なんかじゃないかとか思う人って多いと思うんですけど、実は女性は性感染症、クラミジアとかリンキンとかですね、今まで結構挙げましたけど 7,8 割が症状がないって言われてます。なのでですね、織物があるから絶対性病とか、織物がないから性病じゃないっていうのは言えませんので、織物がなくてもちょっとそういうような行為があったりとか、パートナーが変わったとか、もし心配なことがあったら産婦人科来てもらっていいんですけど、あとは明らかに普段とはちょっと違うような織物が出るとか匂いがあるっていう時は受診をしてください。じゃあどういうことがそういう匂いの原因になってるかとか、織物の原因になってるかってお話をするんですけれども、結構やっぱりさっきも言ったように性感染症を疑う人もいるんですけれども、実はもっと大きな病気の可能性もあります。例えば子宮頸がん、子宮頸がんって不正出血っていうイメージあるかもしれないですけれども、実は子宮頸がんが原因によってもし不正出血が起きているのであれば、実は結構その子宮頸がんは進行した状態というふうに言えます。子宮頸がんというのは初期症状ほとんどないです。場合によっては織物がちょっと増えたとか、織物がちょっと匂うとかいう方もいらっしゃいます。なので実は織物が匂ったりするっていうことは子宮頸がんとか子宮卵巣の病気の可能性もあるんですね。あとは子宮とか卵管とか卵巣の炎症があっても織物が匂ったりとか織物が異常になったりする可能性があります。なのでですね、織物がちょっと増えたとか匂いが違うとかってこういうことってあることなんだなって女性の方って思いがちなんですけれども、もし例えば子宮がん検査してないとか婦人科定期検診行ってないとか、パートナー変わったとか何かちょっと違う行為をしたとか、そういうことがあればぜひ産婦人科を受診してもらいたいなというふうに思います。じゃあ実際織物が匂いますってなった時に産婦人科を受診したらどういう検査をするかということなんですけど、まずは問診票とか書いてもらって診察して、何かきっかけになることがなかったかとかを聞きます。何かそういう行為があったかとかいうことを聞いたりとか、普段のデリケートゾーンの洗い方とかを聞いたりすることもあります。そしてですね、もし性交経験のある方であれば内診台に上がってもらって室内を見たりするんですけれども、それで織物がどういう感じか、実際に本当に匂うのかっていうのを見たりします。でですね、必要あれば性感染症の検査だったりとか、膣内の雑菌がいるかどうかの検査とかをします。あとはですね、私の場合はやっぱり匂いが気になるってなると子宮頸がんとかの可能性もありますので、もし一度もがん検査をしたことがないとかしばらくやってない方っていう場合には子宮頸がんの検査とか超音波で子宮卵巣が腫れてないかとかの検査もすることがあります。全然検査をしないこともありますね。例えば定期的に子宮がん検査もしてて超音波で子宮卵巣異常がないことも分かっていて、匂い以外に特に症状がないとか、あとは特にパートナー変わってないとか何かそういう行為もしてないとか、そういう場合にはただ診察をしてあまりにも匂いがきついとか織物がなんか異常があるとかあれば細菌性膣症とかを疑って膣錠を入れて終了っていうこともあったりしますので、その診察内容だったりその診察する医師とかにもよるとは思うんですけれども、検査はするときとしないときがあるかなと思います。また実際内診で膣内を見たりするのも検査といえば検査なので、それで診断がつくことも多いですね。例えば患者とかだと
明らかに膣内見ただけで分かる場合もありますので、そういう時はわざわざ検査に提出しないで洗浄してお薬を入れたりすることもあります。なので、まあ、その方の性病検査をしてほしいかとか、どういう検査をしてほしいかとか、その医師がどういう判断をしたかによってどういう検査をするかっていうのは状況次第になるかなというふうに思います。いろいろお話ししてきましたけれども、織物とかデリケートゾーンというのは匂いもので当然です。匂って当たり前です。それを前提として明らかにいつもと違うことがあれば産婦人科を受診するようにしてください。他にはですね、医療的なこととは別にどういうことが普段のケアでできるかというと、あんまり清潔にしすぎないってことですね。例えば膣内をビデみたいなので、さっきも言ったように薬局で売ってるようなビデみたいなので洗いすぎちゃったりすると善玉菌が洗い流されてしまって膣炎とか感染の原因になっちゃったりするので、そういう意味で清潔にしすぎないってことが一つのポイント。あとはですね、もし洗うのであればデリケートゾーン専用の石鹸を使うってことですね。他にはやっぱりトイレの跡が一番気になると思うんですよ。なのでお小水とかお通じの跡とかにはデリケートゾーン用のワイプを使ってもらうといいかなと思います。最近デリケートゾーン用のウエットシートとか売ってますので、そういうのを使うとよりさっぱりしていいんじゃないかなと思います。結構匂いが気になる人とかってお手洗いのビデとかウォシュレットとか使う人多いんですけど、ビデとかウォシュレットとか使いすぎると膀胱炎とか膣炎とかの原因になったりするので、あんまり使わない方がいいかなと思います。それとかなるべく通気性のいい下着を使うってことですね。下着ってやっぱり通気性が悪いと温度が高くなって湿度が高くなるので雑菌が増殖しやすくなってより匂いの原因になってしまったりするので、なるべく通気性のいい下着を使うといいかなと思います。他にはですね、織物シートを使うというのも一つの手です。織物シートを使うといつもドライな環境でいられるので、その高体質な環境が少し低減されるかなと思いますので、織物シートを使ってもらうのもおすすめです。まあ、ただ織物シートも結構人によっては敏感肌さんだとかぶれちゃったりすることがあるので、人によって合う合わないありますので、合うものを使うようにしてください。最近はオーガニックのものも出てたりとか、いろんな素材のものが出てたりするので、ちょっとうまく使って選んでみてください。余談なんですけれども、産婦人科にはパートナーに臭いって言われて性病なんじゃないか、産婦人科行けって言われて受診しましたっていう方とかたまにいらっしゃるんですよ。じゃああんたも性病検査しろよって思うじゃないですか。性感染症って基本的には女だけとか男だけとかなるものじゃなくて、両方がそういう行為をしてなるものなので、人に性病検査してこいってなったら、いや自分もやろうよって感じじゃないですか。なのでそういう人はね、だいぶ失礼ですし、知識もないのでもう相手にしなくていいと思いますし、もしやるんだったら一緒に検査受けましょう。そしてですね、まあ、言い方もあると思うんですよ。こう臭いって一言言うとやっぱりめちゃめちゃ傷つきますし、それによってすごくゴシゴシ洗ったりとか匂いを気にした生活になっちゃうんですよね。それとか例えばその人と別れたとしても、次の人と付き合ったりするときに、前に私こうやって臭いって言われて私今大丈夫かなとか思っちゃったりとか、結構不安が強くなっちゃったりするんですよね。なのでやっぱりその人に身体的な特徴とか何か言うときっていうのはかなり気をつけなきゃいけないなと思います。そしてですね、しかも外部とかデリケートゾーンとか織物っていうのは匂って当然なので、ちょっと酸っぱい匂いがして正常なのにそれを臭いとか匂うとか言うのは違いますので、皆さんパートナーに言うときはかなり気をつけましょう。匂いがあるのか当然なのでよろしくお願いします。ちょっともう一個言いたいんですけれども、 TikTok のコメントとかにもあったんですけれども、前の人は匂わなかったよとか言えるとめちゃめちゃ傷つくんですよ。ただでさえ結構比べやすかったりとか前の人のこと気にしてる人っていうのは多いので、そこで匂いの話とかされて前の人は匂わなかったとか言われると、もうすごい劣等感みたいになっちゃうので、そういう風に比べるような発言というのはやめてほしいなと思います。そしてですね、匂いが気にならないって言ってた人、元々のパートナーとかはもしかしたらその恋の直前とかにめちゃめちゃ洗ってビデとかで一生懸命やったかもしれないじゃないですか。そういうことも含めてなので、本当に匂いがないっていうのを常識にしないでもらいたいなというふうに思います。なんで本当にこう匂いを気にしている方、私たちはロボットでも人形さんでもないので匂いがして当然です。正常なものだったら、まあ、酸っぱいような匂いがしますし、チーズっぽい匂いもします。場合によっては膣炎とかなっちゃったら、結構きついような匂いしたりするかもしれませんが、いつもと違う匂いとか織物とかあったら気軽に産婦人科受診してください。そしてパートナーの方は、例えば明らかに病気を疑ったりとか明らかに変な色のものが出てたりとかしたら、一緒に受診しようかとか言うとか、できたら建設的なアドバイスを
できるといいかなと思います。一言で臭いとか汚いとか病気なんじゃないのっていうことって簡単なんですけれども、深く傷つくんですよね。それがトラウマになってもうそういう声ができなくなっちゃうって方もいらっしゃいますので、もし言うなら建設的なアドバイスをして、できたら一緒に性病検査に行くとか、まあ一緒のところじゃなくてもいいんですけれども、一回お互い検査しようかみたいな言い方をできるといいかなと思います。結構最近 TikTok のコメント欄で結構匂いが気になるとか、パートナーにそういうこと言われて落ち込みますとかいう方が多かったので、今日はこういう動画を作りました。本日はこの辺で終わりにします。今日の動画が面白かったなとか役に立ったなという方は評価の方お願いします。産婦人科医の高橋玲奈でした。